この日は本当に暖かく穏やかな日であった午後2時半ごろとある浜の作業小屋前に一人の青年が座り込んで網の修理をしている高尾,だ高尾は漁師の家に生まれ高校卒業前に父を早くに亡くし見よう見まねで家業を継ぎ18年。 母と二人細々と暮らしていた牧突とした風亭で誰からも好かれる性格だがおとなしすぎるせいかこれまで浮いた話も縁談もない本人はとんと気にもかけない一人浜でのんびりと網の繕いをしながら時折手を止め何か物思いにふける 陽だまりの中一羽の赤嶺が網をついばみにくる。ほれ。足さ絡むどあぶねど。ほれ。気つけろ。ほれ。だいぶあったかくなったなあ。ああったかくなりゃ。母ちゃんの膝の痛みもなんぼか楽になるべな。あ。 鷹尾は沖を遠くに眺めながらそうつぶやいた鷹尾の母は浜からそう遠くない自宅で昼食の後片付けと痛い膝をかばいながら洗濯の取り込みを終わろうとしていたとにかく朝から暖かくて穏やかな日だ。 午後2時46分突然これまで経験をしたことのないような大きな揺れが襲った建物が大きな音を立てギシギシと揺れている電線という電線がブルンブルンと波打ち何かに捕まっていなければ立ってさえ入れないほど地面が揺れ続けている長い長いまだ収まりそうにない何これ何 何が起きている地震だ大きな地震だとてつもない地震だな,なんだ一体浜の高雄はやっと揺れの収まった網の上に立ち尽くし周りを見渡す父の代から長年使ってきた作業小屋がほとんど崩れ落ちほこりが舞い上がっている 散乱した魚具やカゴ、呆然と見渡すも、はっと、背筋に冷たい感じが、海を振り返り、小高いところへ駆け上がる。遠く遠く、目を凝らし、沖を見るや、とっさにきびを返し、母のいる家に駆け出した。えらいこったえらいこった母ちゃん母ちゃん 高尾が勢いよく引き戸を開け放ち家に駆け込む「母ちゃん母ちゃん」ゃん奥の間の戸を開けると母は膝が痛いのか腰を抜かしたようにへたり込んでいた「タガオ」立ち上がろうとタカオに手を伸ばすもいえ立てない「母ちゃん津波が来ると必ず来る逃げると母ちゃん 乗れそう言うや母をよいしょと背負い走り出したのだ。車で逃げようにも道路のあちこちで陥没やら亀裂。車での避難は無理と判断した。ひでねえが、大丈夫がこの近辺は川もあり、平坦な土地が続く地域。高台まではだいぶ遠い。高尾は あぜ道も構わずよろけながらも走り続けた「<laughs> 大丈夫だからな我慢しろよ」何度も繰り返し繰り返し背中の母に声をかける30分近くも走っただろうか背中の母が「おろせおろせ」ろせと高尾の頭を叩く「危ねえがら間に合わねえがら」 叱りながらよろよろと歩く。あまりに強く叩き、下ろせ、というので、ひざまずいてそっと下ろす。母はぺたんと座り込み。もういい、もういいがな、たがおおめばり逃げろ、逃げてけろ。なあね、そしたらバカなこと言ってんのや。できればやんめ、ばか片手ねえで、配軍乗れ。 背を向けて手を伸ばすも馬鹿たれいいから早くいげ二人とも住んで住まう最後の母ちゃんの言うことを聞け後ろを振り返り振り返り母はポロポロ涙を流し手を合わせ何度も頭を下げ拝むごしょうだから聞いてけろ他顔 遠く逃げてきた方から不気味な音を立てながら黒いものが迫り来る「母ちゃん早くバカだれ早く行け!」母が高尾を平手打ちする高尾はよろけながら立ち上がり懇願する母を見ながら後ずさる振り返ると肩を震わせ 何か叫びながら走り出した。うー高尾は疲れで足がもつれ。何度も何度も転びながら。両の膝や手や肩など擦り傷だらけで。高台の避難所にたどり着いた。走ってる間中途切れることなく。 走れたがお走れたがお母の声が途切れることはなかった高尾が息も絶え絶えに突っ伏していると声をかけてきた人がいたおタカちゃん無事だったか間に合ったないがったいがった。 隣の地区に住むおじ母の弟だった母ちゃんは一緒で願ったのがかか母ちゃんはいねっただがで誰が近所の人に乗せられたんだなあ、うん、そうがそうがなぜか言えなかった 言えなかった本当のことが母を母を捨てたことを高尾の母の遺体はほどなくして見つかった合掌したままだったそうだ葬儀の席はすべてが流され家もろくにない質素なものだった参列者もみんな被災し まだ家族が見つからない人たちなど、何人でもない葬儀の中、高尾だけがただただいつまでも泣きじゃくっていた。弔問の客が口々に声をかける。母ちゃん、綺麗な顔してだよ。高ちゃんばりも助かっていがったな。早く見つかっていがったな。 ばりもいがったいがった誰にも一言も口を開こうとせずひたすら深々と頭を下げ続けた住職や弔問客が帰り高尾は朝まで一人母と向き合うことができずにいたその後の高尾は 道でで声をかけられても上の空で何か胸いっぱいに重いものを詰め込んだような正気のない顔で暮らすようになってしまったあの時の母の声がいつも聞こえる気がしている「アンダバリーアンダバリー」リー何年もの間 毎夜のように夢で飛び起きるその度に叩かれたほっぺたが熱い涙が熱いなんでなんで俺は俺はどうして一緒にお母 トンをかみ声を殺して幾余過ごしたことか高尾にとって寒いも暖かいもどうでもよかった誰ともしゃべらない網の繕いが何よりの時間だった時折来る赤霊とも話さなくなったさらに時は流れ胸の中に 重く漂い吐き出しきれないものを抱えながらも高尾は一人生きてきた月命日には母を思い波に海に向き合えるようにもなってきたそんなある日はいつもと違っていた砂浜には母子と見える女性が二人 波打ち際で何か大きな声で叫んでいる聞くとはなしに佇たずんでいると突然ふっと音が消えた気がした波の音も風の音もすると急に胸の奥底からふつふつざわざわと湧き出つものがこみ上げてくる次第に音が戻ってくる 風が波が大きくうねるように遠くから静かに太鼓のような音が聞こえてくるその音がまるで「高た高おと聞こえる高おは 膝から崩れ落ちたすっぷしてた高尾が女性2人の方向を聞いているとふと母の顔が浮かびその母が笑顔で叫んでくる「いいんだよ互おい,いがったんだよ互お」た。 おらまだおめえを埋めだ「いぎろう尾。たがおうなられていた高尾が力湧き上がるような声で低くのぶとく吠える。 愛しき母へ許されし海。